はい、愛しています。理由は自然の中で過ごしている時にすごく幸せに感じることがあるからです。一つの本に出会ったことがきっかけでした。自分が子供の頃比較的郊外に住んでいたので、畑で遊んだりとか林の中で遊んだりとかで、その頃に森林破壊ですとか海の汚染とかだいぶニュースとして取り上げられるようになってきていたんですね。ですので私も環境を大切にしなきゃなっていう意識を持っていたんですけれども、でただ大学に入学して部活したりバイトしたりとか、あと就職活動とかしていく中でちょっとしばらく環境問題のことは頭から忘れてしまっていた時期もありました。で就職で銀行で働くことになったんですけれども、でその銀行で個人のお客様に投資信託を販売したりとか保険を売ったりとかいう仕事をしている中で出会ったのが先ほどの本だったんですが、でその本が金融で解く地球環境という本だったんですね。でその本の中で述べられていたのが、銀行が環境破壊をする会社ですとか海を汚す会社ですとかそういうところにお金を融資することで地球環境問題が悪化しているというようなことが書かれていたんですね。でその金融の責務というのは環境や社会に配慮したお金の流れを作ることであるということがその本の中で言われていて、で、その金融機関で働く人間として私はすごくショックを受けたんですね。というのは、その窓口で営業の仕事をしていると手数料をいくら稼ぐかとかいうことが目的になってしまって仕事をしていたので、金融にそんな責務があるなんていうことを考えたこともなくてですね。でその時からそのお金の流れと環境問題っていうところが、急に同じところにセットになって、で金融機関で働いてますけれども、その環境問題に対して何かできることがあるんじゃないかっていうふうに考えて、改めて環境問題に取り組んでいきたいというふうに思ったということがありました。その本を書いた著書の方が大学院の先生だったので、その先生の下でもうちょっとその環境と金融のつながりについて学びたいと考えまして、で銀行を辞めて大学院に入学をしました。でその大学院で勉強している間にその先生が登壇するセミナーを主催していたのがアシードジャパンという団体でして、でその団体のエコ貯金プロジェクトというプロジェクトがお金の流れで社会を変えるというコンセプトで市民に対しての啓発活動とかセミナーを行ったりとかいうことをしていたので、大学院を卒業した後はアシードジャパンにボランティアとして入会して活動を続けてきています。アシードジャパンはライフスタイルを変革することで社会を変えていこうというモットーで1991年にスタートしました。で例えば買うという行動ですとか働くとか、あとは貯金するという行動を変えていくことでより良い社会を作っていく、でその目の前のものに直接的に対処するだけじゃなくって社会の構造自体をどう変えていくかっていうところをにこだわって活動してきている団体です。で若手を中心にですね、若者の力で
社会を変えていく。でプロジェクトが、まあ、いくつもその時々によって発生してくるんですけれども、ゴミ問題に取り組むところであったり、森林問題に取り組む団体だったり、で私が参画したのがさっきちょっと申し上げましたエコ貯金プロジェクトというお金、預金を変えることで社会を良くしていこうということをコンセプトにしているプロジェクトです。エコ貯金ラボでは社会のことも考えながら自分の将来のライフプランも立てていけるような知識が身につけられるように情報発信とか、あとはレクチャーを行っております。で貯金のをメインに今まで取り組んできましたけれども、私たちが生活していく上では貯金以外にも投資、商品に投資をしたりとか、あとは服とか物を買ったりっていう消費する行動などもありますし、でそういう身近な生活の中でお金を使う、お金を流していくという行為をより社会に優しくしていくにはどういうふうにしたらいいかということをもっと考えていけると思うんですね。で服を買うにしても、少し前にバングラディッシュで洋服の縫製工場が崩壊してしまうというような事件がありましたけれども、そこで欧米のブランドの洋服がたくさん作られていたっていうこともありました。で私たちが何気に買っている洋服とか、まあ、チョコレートだったりコーヒーだったり、でそういう食べ物が途上国の誰かの犠牲の上に作られてしまっている。そうするとやはり私たち先進国に住む人たちは少し自分の生活を見直していく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でその金融っていうのは金融商品だけじゃなくってお金を融通をするっていうことなので、何か物を買うとかそういうところでも社会性を意識していくっていうことは大切なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ですのでエコ貯金ラボでは金融商品に限らず物を買うとかいうライフスタイル全般を社会に優しくしていくためにはどうしたらいいかということを一人一人が考えていけるような取り組みにしていきたいなというふうに考えています。いくつかあるんですけれども、金融商品っていうところで最初に言いますと、そのお金を預ける先、銀行だったりとか、あとは投資商品を買ったりするときには、その投資先の会社がどういう会社なのかとか、あと商品を運用している運用会社がどういう運用方針を持っているのかっていうことをチェックしてから預けるようにしています。と日常のお買い物などでも、その商品がどこで誰にどのように作られたのかっていうことをチェックしてから買うようにしています。調べてもわからなかったときはそのお店に問い合わせてみるというのもいいと思います。で実際に私が以前買おうかとすごく迷った洋服があったんですけれども、その洋服がどのように作られているのかということがそのメーカーのウェブサイト上ではちょっと分からなかったんですね。でそのメーカーにどういうふうに作られているのかと、労働者の方はきちんと労働環境が守られた環境で働けているのかというふうな問い合わせをしたところ、基本はきちんと配慮されているということを回答してくれました。で、その証拠としてこの認証を取っているということを伝えてくれたんですけれども、まあ、ちょっとその認証のリストの中にそのメーカーさんの名前がなかったので、もう一度問い合わせをしたところ、そのメーカーが認証を取っているのではなくって、そのメーカー
さんが、布を発注をしているテキスタイルメーカーが取っているということを改めて伝えてくれまして、でそのメーカーのウェブサイト上も正しい表記に修正しますというふうなところまで連絡をくださいました。ですので一消費者の、まあ、ちょっとした行動なんですけれども、お店に疑問を投げかけることでそのお店の行動も変わってくるということを実感できたという例がありましたので、消費者として市民として声を上げるっていうのはすごく大切に思っています。でそういうふうにするとすごく正直疲れますし、買いたいと思ったものが買えなかったりとかそういうこともあるんですけれども、逆に自分がどういうことを大切にしたいのかとか、本当にこれは必要なものなんだろうかとかいうふうに自分と向き合うことにつながってきていると思うので、その商品がどういうところで作られているのか、そのお金の流れる先を考えて行動をするようにしています。自分にとって大切なものとか自分が幸せに感じることを知るということが大切だと思っています。で自分の大事なものが分かっていれば、そのものに関わる関係する人たちが例えば強制労働させられているとか環境が破壊されているとかいうことと関わっていたらすごく嫌だと思うんですよね。で自分が大切にしたいものの周りに関係してくる人たちも同時に幸せにするためにはどうしたらいいかっていうふうに考えると、普段は少しあまり身近に感じられない環境問題とか社会問題がちょっとずつ身近なものになってくると思います。なので自分が、まあ、先ほどのお金を使うとか物を買うという時に、そのお金の流れのその先に何があるかっていうことをじっくりと見ていく人が少しずつ増えていければいいなというふうに思っています。